天神南駅は福岡県福岡市中央区渡辺通り5丁目にある福岡市交通局七隈線の駅。駅番号は N16。駅のシンボルマークは空港線、箱崎線のシンボルマークをデザインした西島伊佐夫が2001年に指揮したため、それ以前に描かれていた原案をもとに息子で同じくグラフィックデザイナーの西島正幸が完成させた。 モチーフは通りゃんせで遊ぶ子供たち。駅識別カラーは陸マイナス50で梅林駅、桜坂駅と共通。関区駅長所在駅で天神南関区駅として東駅別府間を管理しているが日本通運福岡支店が駅業務を受託する業務委託駅である。空港線や箱崎線へは一旦改札を出て天神地下街を介して天神駅で乗り換えとなる。 当駅の改札内を出場してから120分以内に、天神駅の改札内に入場する場合に限り、天神駅と当駅を同一駅扱いとし、営業期路を通算した運賃で乗車することができる。ただし、普通乗車券で乗車する場合は、乗り換えのために、天神南駅で出場する際に緑色に塗られた、乗り換え専用改札機から出場しないと、乗車券が、 改札機により回収されてしまう。IC カード式乗車券や定期券で乗車する場合は、どの改札機でも営業機路の通算が可能である。1日乗車券であれば、どの改札でも自由に出入りが可能。1番出入り口。地上出入り口は、強化合わせガラスによる、全面ガラス張り。プラットフォーム島式ホーム1面2線を有する地下駅。 渡辺通り4丁目交差点東側の国道202号直下に位置し、コンコースの生誕が天神地下街と接続している。橋本駅とは異なり、当駅行きの列車は到着ホームでは折り返し列車に、ならず、駅の東側の引上げ線で折り返し、すべて2番乗り場から発車する。出入り口は6カ所に設けられている。各階の面積は、 地上251平方メートル、地下1階5601平方メートル、地下2階5836平方メートル。七熊線の各駅は、利用者の目に留まる箇所に、駅ごとに異なる材質の、個性化壁が用いられているが、天神南駅は特別主要駅として、駅全体の個性化が図られており、素材は透明なガラス。 2019年度の1日平均乗車人員は26,463人である。七熊線の駅では第1位で、福岡市交通局前線では、天神駅、博多駅、福岡空港駅に次ぐ第4位である。開業以降の1日平均乗車人員の推移は、下表の通りである。当駅は天神地区の南端部に立地しており、駅設備は、 国道202号の直下にある。駅のすぐ西にある渡辺通り4丁目交差点で国体道路と渡辺通りが直行している。ABCDE 公共交通機関のユニバーサルデザイン139ページ。公共交通機関のユニバーサルデザイン73ページ。公共交通機関のユニバーサルデザイン81ページ。入札結果表。 福岡市交通局公式ウェブサイト2021年7月3日閲覧公共交通機関のユニバーサルデザイン68ページ駅別乗車自民の推移福岡市交通局2005年2月3日開業開業日から同年3月31日までの計57日間を集計したデータ福岡市地下鉄事業概要令は2年度福岡市交通局 P61 2021年1月1日時点のオリジナルよりアーカイブ2021年7月3日閲覧福岡市地下鉄事業概要平成30年度福岡市交通局 P52019 年6月5日時点のオリジナルよりアーカイブ2021年7月3日閲覧福岡市地下鉄事業概要令和元年度 福岡市交通局 P52020 年2月14日時点のオリジナルよりアーカイブ2021年7月3日閲覧訪ねてみようあのワンシーンに映画君の水蔵を食べたいロケ地巡りありがとうございます